はいどうもこんにちは、グッドカラーチャンネルのゼミタです。ということで今回はマイナーチェンジを実施したスズキイグニスの試乗インプレッションをお届けしていきたいと思います。これまたマニアックな1台を紹介するわけですが、イグニスは2016年から国内販売されていて丸4年経っての仕様変更となりました。グレードが追加されたり装備類のアップデートがされたりとコンスタントに商品力を高めてますから、詳しい内容はぜひ内外装編をご覧ください。一方で走りに関するところはどうかと言いますと、これについては一切アナウンスされていません。ただ私も前期モデルに乗ったことがないですし、このサイズに 1.2 リッターのエンジンを乗せてどんな走りをするのか非常に興味もありました。また嬉しいことにリクエストもいただきましたので早速乗っていきましょう。今回はスズキイグニスに試乗したいと思います。というか実はもう試乗して今帰ってきたんですが、カメラのトラブルでちょっとね撮れてなかったと、スタッフさんにお願いしてもう一回ちょっと試乗のインプレッションを再度撮影させていただくことになりました。 GoPro がねこれ熱暴走して多分止まっちゃったんですよね。もうこれは撮り直そうということでちょっと撮り直しします。はい、ということで今回はスズキイグニスに試乗しています。でディーラーさんでお借りしたこちらの車なんですが、グレードがハイブリッドの MF、 そして駆動方式が 2WD になっています。で MF というグレードについては今回のマイナーチェンジ5からのポイントになっていて、前期モデルとしては実はこういう武骨なテイストを強めたグレードっていうのは限定車としてあったんですが、まあ、しっかりカタログモデルで追加されたのはこの後期モデルからとなります。でグレードとして用意されるのは4つになるんですが、まあ、その中でも一番上のモデルですね。なので質感とかはまあ値段を考えれば十分高いかなと思いますし、ナビもねこれ結構大きいサイズがついてるので、まあ視認性とかもすごくいいかなと思います。で走りの面はどうかなというところなんですが、今回のイグニスに搭載されるパワートレインは直列4気筒の 1.2 リッターのガソリンエンジンになります。ターボはついてないんですよね。自然吸気のエンジンになります。で最高出力が91馬力、そして最大トルクが118ニュートンとなっています。でそこにスズキのポイントでもある ISG ですよね、モーターが組み合わさることによって 3.1 馬力そして50ニュートンのアシストが加わります。これどういう時に働くかっていうと、例えばエンジンストップからの復帰時に使われていたり、あとは加速ですよね、発進加速の時に使われると謳われていますので、あるのとないのとでは結構大きな違いかなと思います。発進時のそのレスポンスの悪さっていうのも全く感じませんし、非常に滑らかですね。ここで一回止まってアイドリングストップからの復帰の音聞いてください。いきますよ。アイドリングストップしました、止まりました。このスムーズさですよね。全く。全く音もしませんし、全くと言ったら嘘になるんですが、ほとんど音しませんし、振動もね、通常のアイドリングストップからの復帰とは思えないくらい、すごいバイブレーションは抑えられています。で車両重量が880キロなので、この走り味に関しては十分パワー感あるなと思います。で今も1時間程度乗ってきましたが、まあ、こうやって再び乗り始めてもその感じっていうのはしっかり低速から感じますね。でトランスミッションが無段変速機、まあ、いわゆる CVT と呼ばれるやつですね。でそれも副変速機がついてるので低速時もしっかりトルク出るような味付けになってますし、高速走ってもエンジン回転数そこまで上がらないよっていう、そういうトランスミッションになってます。ただねこの街中走ってる感じだと、こういうノロノロ運転のところですよね、アクセルのね突きが良すぎるのかギクシャクした感触っていうのがありますね。クリープは別にいいんですよ、クリープするのはいいんですけども、アクセルを本当に数ミリ踏み足して加速するような瞬間では思った以上に車はグッと出るので、そこはね慣れが必要なポイントになってます。こういう時はやっぱりブレーキホールド欲しいですよね。停車時にペダルから足を離しても車が勝手に止まってくれるっていう機能ですね。ダイハツの K タフトには搭載されたので、鈴木さんも頑張ってほしいなと思います。こういうところの加速感なんかはトルクありますから非常に気持ちよく走れます。ボディ軽いっていうのはやっぱりいいですよね。本当に軽快に走れるかなと思いますし、
でプラットフォームについては、まあ、スズキでおなじみのハーテクトと呼ばれるものを使ってます。それのおかげで軽量化を実現しているっていうこともありますから、乗り味としては新しいプラットフォームを使うことによって剛性感出てますし、気持ちいい走りを表現しているその一つの要因でもありますよね。まあこれもね、難点というか多分シャシー自体は本当に悪くないんですけど、このステアリングのねフィーリングがちょっとイマイチだなと思ってしまいます。しっかりねこの硬いボディシェルを使ってるのに、なんかねこの遊びが多いんですよね。これがねもっとシャキッとしてくれたら、本当に A セグメント、コンパクトカーらしいキビキビした走りっていうのを表現できるのかなと思うんですが、なんかねこのダルな印象っていうのは拭いきれませんね。ただ普通に走ってる分にはそんなこと全く気になりませんし、さっきも言った通り非常にコンパクトな車に仕上がってます。でボディサイズ全長が 3700mm で、横幅も 1690mm と、もうこのね最近の車市場に関して言えばかなりねちっちゃめに作られてるなと思います。最小回転半径も実は同じブランドのハスラー、これと 0.1 メートルしか変わらないので、そういう意味でも取り回し性っていうのは非常に秀逸なものがあります。このメータースケールが200キロまであるっていうのがちょっとね国産らしくないポイントですよね。まあ多分出ないでしょうけど、静粛性はそこまで悪くないかなという感じですね。マンホールのそのくぼみのところを乗り越えても室内に入ってくる音としては少ないですし、まあ舗装状況にもよりますが、普通に下道走ってる限りだと、うん、うるさいなっていう感じはないですね。あとは乗り心地についても、これはねかなり褒めるべきポイントですね。あの嫌な突っ張りがね全くと言っていいほどないですね。あのこれの撮影2回目って言いましたけども、大きいところの乗り越えるシーンっていうのも実は何回かあったんですが、そういうところでももちろん車自体がしっかりしてるのでガタッとこう大きく揺れはするんですけども、足の吸収性がいいのか、それとも今回履いているタイヤ16インチで扁平が60ということで、まあ、そこのクッション性がいいのか、うん、乗り心地としてはね非常にマイルドで普通に走ってて不快な感じっていうのはないですね。なかなかね国内では見かけることないと思うんですよ。イグニス今日ね1回見たかな、たまに走ってるのかなっていうくらい、まあ、マニアックな車種はマニアックな車種ですよね。ただね乗り味に関しては他のモデルと遜色ないですし、なんか国内市場をそのないがしろにしてるっていう感触も全くなくて、全然日本でも普通に運転できますし、まあ当たり前ですけど普通に乗れますし、そんなにね際立って嫌なところっていうのはないですね。強いて言うならそのステアリングのフィーリングであったりとか、まああとはブレーキタッチもそうですかね。ちょっとね他のメーカーに比べると初期精度が甘い気はします。まあただ動力性能的には 1.2 リッター搭載してますから十分ですし、乗り心地も非常にマイルドで、しかもコンパクトなボディサイズですから、むしろ日本サイズかなという感じはします。個性的な見た目でちょっとねそこの食いつきが悪いのかもしれないんですが、スタイル気に入った方は間違いなく買いでしょうね。ぶっちゃけると装備に関してはそんなにいいとは言えません。っていうのもやっぱりブレーキホールドついてませんし、電動パーキングブレーキ採用してないので ACC も一応ついてますが、停止保持っていう機能もついてませんし、多少物足りなさっていうのは感じるんですが、やっぱりステアリングフィールがねちょっとよれる感じっていうか、ボディはそこまで悪くないんですけど鈍感かなっていう感じですね。極端に言うとミニバンに乗ってるフィーリングに近いかなと。このサイズだと気持ちよくこうコーナリングしてほしいなっていう感じはしますね。アイドリングストップ復帰しますよ。これはね鈴木車の本当にいいところで、まあ高級車並みと言ってもいいかなと。アイドリングストップよく使うけど、でもバイブレーション嫌だっていう方は結構ね鈴木車はおすすめできるかなと思います。このイグニスの市場インプレッション取るかどうか結構迷ったんですよ。というのもマイナーチェンジ前と比べて走りの面っていうのはおそらくね何も変わってないんですよ。まあでもねやってよかったなと思いますね。いやいいじゃないですか。乗り心地もね全然突っ張った感じしませんし、しなやかに走れますからおすすめできるかなとは思うんですけどね。ただその見た目であったりとか、どうしても装備が嫌だっていう方にはねちょっと向いてないのかなと思ったりもしますが、
まあ総じて言えば結構ね乗り味はいいかなと思います。あ、でもロードノイズね、ここに来ると音は目立ってきますね。あー、なるほど。路面の状況によってはタイヤからの音っていうのは比較的拾う方なのかなっていう感じは今ちょっとしました。運転視界はまあまあそんなに悪くはないかなと。まあミラーはね普通の位置についてますけども、そんなにね三角のところ、三角窓のところが際立って四角になってるかって言われればそんな感じもないですし、 A ピラー結構おこしめになってますので、まあここもねそんな運転していて特になんか嫌だなという感触はないです。ステアリングはね結構重めです。で燃費については今回の試乗だけで言うと 16.4 ですね。でカタログ数値としてはリッターあたり 19.8 キロとなってますので、まあまあ7割8割くらいの数字は出てるので一般道ですし、まあこれだけ出れば十分かなと思います。エアコンもつけてますし、インプレッションということもあってガンガン踏んでますので、普通に走ってたらもっと伸びるかなと思います。実際に内外装をご紹介したとこのコメントでも1リッターターボ出してほしいねとか、まああとは MT ですよね、トランスミッションにマニュアルが欲しいっていう方もおられるんですよね。確かにねそれはね個人的にもあってもいいかなと思います。こういうマニアックな車でコアな需要っていうのをしっかり取り込むっていうのはある意味大切なのかなと思ったりもします。ということでまあトラブルもありましたが、イグニスの総評としてはまず動力性能は十分です。全く不満ないです。で乗り味も意外とマイルドで、そのやっぱり日本車的な味付けがされているのか不快な感じっていうのは感じませんでした。ただ気になるのはステアリングフィールの少しダルな印象、あとはこのブレーキタッチですよね、ここの初期精度がちょっと弱いっていうのが気になるポイントではあります。装備に関してはもう少しねいろいろとつけてほしいかなとは思うんですが、価格を考えれば仕方ないのかなと思ったりもするので、まあ、そこがね納得できて、でエクステリアもちょっとユニークな形だけどこれが好きだよっていう方にはすごいおすすめできるかなと思います。というわけでマイナーチェンジを果たした鈴木イグニスの試乗編はこれで以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされてみてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。じゃあここに止めて終わりたいと思います。ちょっとね最後にこれ見てほしいんですけど、よいしょ、イグニスにはこの360度カメラついてるので、これはね結構便利かなと思いますし、まあこうやってね切り替えることもできますから、これで左側見れますよね。全車オプション扱いなので、ぜひねイグニス買われる方はつけることをお勧めします。めちゃくちゃ便利ですねこれ。